めちゃくめちゃしんどいけどごめんやけど寝るわ 私もさっきまでめっちゃ眠かった。でもちょっと起きた。メイク濃い。そうなんだよ、いつもはあれなんですけど今日は舞台なので黒くしました。マスカラを。昼公演の髪型が可愛くてラブとなりました。最近よくやってるんですよね、ハーフツイン。でもはなんかよくやってるけど珍しいって書かれてたからあんまり私ハーフツインの印象ないのかなって思った。恋人いない選手権はスタッフさんの案です。ソラちゃんが福道のこと見て嫉妬するの面白かったね。イエイ。ヒリアルとちゃめちゃ楽しかった。ありがとう。会場綺麗すぎて感動した。ねえ、私も。帰りたくなかったもん。綺麗すぎて。ノリノリで踊ってたから道案かと思った。いや、でもね、恋のお縄みたいなさ、ちょっと曲じゃないですか。だから好きなんだよね、ああいうのが。ああいうのも、うん、なあ、ゆういちろうさん、ああありがとうございます。みょみょみょ、ありがとう。じゃあ汗びっしょりだね。めっちゃ汗かいた今日。全部で3回汗かいた。リハもほぼ全曲やったし、初めて聴いた曲だったけどタイトルに親近感湧いた。そう、あっちの煽りが。いや、ユニット衣装は全部 STU が作ったっていうか手配したっていうか借りてないんですよ。あのユニットめっちゃ好きだった。瀬戸りめっちゃ攻めてたから。本当に今日レスしてくれてありがとう、めっちゃ楽しかった。にゃん。嬉しかった、たくさん来てくださってて。変な文字書いちった。ありがとう、ゆういちろうさん。ありがとうございます。そうそう、今日は井上芳正さんの誕生日なんだけど、井上芳正さんが作曲された曲の中でどの曲が一番好き？でも私モニカ入ってるからモニカが好き芳正さんの楽曲。
その絵が変になっちゃった。絵が絵じゃないっぽい。モニカモニカ、ツアーいいです、よかった。本当ストリストはね、皆さんいろんな意見があると思いますが、まあ、さよならサーフボードの振りが楽しかったね。かわいいね。海の家取り壊され始め、雪牛の海が近づいたね。兵庫行けること願って、まだストリーム見てないけど、あらやばい、じゃあ喋っちゃダメじゃん。好きじゃ好きってなったツアーでした。最善。マスクしてるファンにレスって届いた感じある。でもそう振ってくれたりとかしたらある。ユリイカでも会いました。イエイ。ストリーバラエティに飛んでて、いや私思い出してよかったの2番が喜んでもらえるかなと思ってたけど、そうでもなかった。ところでドリアン少年愛ちゃんの休校は届きましたか。でも届いた。インスタに私とのツーショット載せてくるところ。今日ほどコールしたいと思ったコンサートはない。ネックレス何本くらい持ってる。いっぱいある。みちさんのエアギターめっちゃ気合い入っとった。スタジオだとねみんなあのノリだったりするから。全体になるとすごくなっちゃった。スタバ飲めてよかったね。そうなんですよ、嬉しかった。本当に美味しかった、ご抹茶。本当にありがとうございます。中電さんの差し入れでした。ありがとうございます中電さん。夢時間の2番も久しぶりだった気がする。そうそう、道からのペンライトステージから見えるの。見えるよ。夢時からの2番も好き。私の夢力の2番の振りのどこが好きでしょう。思いよかはやっぱある。思い出してよかったか。思い出せる恋をしようの16人バージョンの振るって今日が初めてだったんですよ。皆さんの前でお披露目するの知らなかったでしょ。ココアと手つないでユミリンが真ん中から出るやつ、あれやったことなかったのよ本当は。フリーレ以来初めての16人思い出せる恋をしようだったんです。そうそう、そのあのねフリーレの時はさ、もうああいうのがあったけんパターンがめちゃめちゃあって、曲もなんか何サイズ何サイズ何サイズみたいなのがいっぱいあって、もうねめっちゃ追われてる日だったんですけど、嬉しい、できて。17分だ。こんばんは。ぜひ香川兵庫皆さんお越しください。ありがとう、来てくださって見てくださって嬉しかったです。
早く寝て。ありがとう。寝るよ。ありがとうね。それではいきます。13位 MK さん、12位デミさん、11位キミさん、10位長谷川さん、9位アモズさん、8位ギルスさん、7位ホジェさん、6位坪井ゆうすけさん、5位マサさん、4位なんちゃんさん、3位中原さん、2位お疲れ様素敵な公演でしたランディさん、ありがとう。そして1位はドゥルルルルンジちゃん、ゆういちろうさんでした。ありがとうございます。ありがとう、タワーもありがとうございました。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルルンジちゃん、デブニャンさんでした。ありがとう、ラッキーボーイ。そうそう、楽しかったです、皆さんのおかげで。お待ちしてます。またあと2日、あと2日でこのツアーも終わると考えたら早い。そんなって感じだ。のどケアも忘れずに。ありがとう。それではまたね。ありがとうございました。